代目です。BR ですね。まあ、4代目がね、日本でバカ売れしたので、その一方でやっぱり海外向けがやっぱりボディサイズの関係で、思ったより出なかったっていう反省もあって、5代目はアメリカに割とピンポイントで、車の方向性を向けてボディサイズを拡大してます。これがね、まあレガシーファンからちょっといろいろ苦情が出てると思うんですけど、ただこの車が出たことでやっぱりスバルの北米ビジネスが成長したという事実はやっぱり否めない部分があるので、そこは認めなきゃいけないなとは思います。ただね、メカニズム的には割と大きな革新があって、例えばフロントのサブフレームスバル戦以来のフルモデルチェンジ、クレードルマウントですね。でリアサスも今までのマルチリンクをやめて SI シャシー由来のダブルウィッシュボーンを採用している。でさらにパワートレーンは、今回、まあ、NA が割と主のエンジンというところで 2.5 リッター化、これやっぱり実用トルクをしっかり出そうというね、それの考え方、あとターボモデルがやっぱりこれまでたくさん売れてて普通のモデルが売れてないという反省もあったので、できるだけ NA モデルにも買ってもらいたいと、そういう思いから NA モデルかなり強化しています。そして、トランスミッションですね、スバル独自開発の CVT リニアトロニックですね。で金属ベルトを使うことで、そのいわゆるラバーバンドフィールを極力なくし、まあ、リニアに感じられるようなフィーリングを目指したトランスミッションです。でね、クレードルマウントとこの SI シャシーのダブルウィッシュボーンの組み合わせ、素性としては非常にいいと思います。実力はすごい高いと思うんですよ。あの音振動がなかなか室内に入ってこないとか、乗り心地をかなり重視もできるというところもあるんですけど、ただね、なんとなくこう味付けが味なんていうのかな、ちょっとダルな感じ、ちょっと大味に感じてしまうのがもったいないなと。この車のその美味しいところを 100% 生かしきれてないような気がします。特にこの車 S パッケージで伝統のビルシュタインを使ってるんですけど、確かに快適性はものすごいビルシュタインと思えないくらい、あの路面の当たりは優しいんですけど、ハンドリングがすごい応答性もいいし、すごいリアの追従性もしっかりしてるんですけどね、4代目が割とキビキビ動く車だったので、ちょっとダルなフィーリングになってしまってるのがもったいないですね。ただこれあの STI のコンプリとか TS に乗るとその辺が全部解消されてるんですよね。ということはやはり素性は悪くないと。あとこの車やっぱり一番の注目は運転支援システム EyeSight バージョン2ですね。日本車初になるのかな、完全停止する衝突被害軽減ブレーキを装着したという意味では、まあ、これによってね、まあ、日本だけじゃなくて世界的にエマージェンシーブレーキが普及するきっかけになったという意味では、この車のやっぱり影響力大きいと思います。あとこのボディサイズ拡大はやっぱりこう室内の居住性大きく向上してますね。今までレガシーは運転席、まあ、ドライバーズカーなんで運転席の居住性は非常にいいんですけど、その一方で後席ですね、意外に全員が快適に過ごせるっていうところは意外にこう抜け穴だったなというところがあるんですけど、 BR はまあ乗員全員が快適に過ごせるパッケージングっていうところが実現できているのは、まあそこは高く評価してあげたいなと思うところです。引っ張りですね、4代目がかなりアバンギャルドなデザインだったので、若干こう、まあ、リーマンショック後に開発された車なので乾燥的になってたり質感の部分で若干あの不利な部分はあるんですけど、まあ、機能的な部分では非常によくできてるなと思います。例えばカップホルダーが横一列に並んだりとか、まあ、SI ドライブここにスイッチあるんですけど、ここにシートヒーターのコントロールがつく。逆にサイドブレーキどこ行ったかというと、電子パーキング使ったおかげでこれ、まあ、前期型だけなんですけど右側に移されています。そういう意味ではこのセンターコンソール周り非常にスッキリしてますね。あとこのセンターパネルも、まあ、純正ナビ用とアフター用とで上手に作り分けができているので、どちらをつけてもあまりこうがっかりする感じもないっていうのも5代目の特徴ですね。ターボエンジンは、まあ、初代からずっとこうターボラグをなくそうなくそうといういろんな努力をしてきたんですけど、まあ、今回 2.5 リッターになったことでエンジンのベースの基礎が高まったことで、ツインスクロールターボをやめてシングルスクロールに
なってます。これだけ聞くとちょっとランクダウン的なに聞こえてしまうんですけれども、タービンの搭載位置がもう直下型といって、排気がすぐ出たすぐのところにタービンを配置するレイアウトになったので、下級遅れみたいなものを非常にこう構造的に解消するシステムになっているので、あんまりそのなんとかなスペック的なダウンみたいなのを感じられません。むしろ 2.5 リッターのトルクとターボの力を使って、あまり回転をガーッと上げずにスッと走るっていうね、ジェントルなターボエンジンに仕上がってますね。まあ、今回の車は 2.5 の NA なので、それはあの当時 の僕の記憶になってしまうんですけれども、ただ NA エンジンもね、実用域ではかなりトルク太いので結構ドライバビリティは高いと思います。実用燃費もね、かなり今までのレガシー考えると高いレベルに来てるので、だからグランドツーリングって難しいですよね。速いだけでもダメだし、快適なだけでもダメだし、燃費がいいだけでもダメ、まあ、総合性能が重要という意味では割と5代目はいろいろ言われてるんですけど、トータル性能はなかなか高い車に仕上がってるのかなと。逆に言えば2、3、4代目っていうのは割とこうスポーツワゴン的なキャラクターをものすごいこう特化させた車なんですけど、まあ、初代と5代目っていうのは割とこう GT 性能、走行性能重視、あのどこかが突出してるわけじゃなくて、バランスが良いという意味では1代目と5代目は非常に通ずるものがあるんじゃないかなという気はします。